はい、それでは2月18日高田馬場ミカドギリティギアイグザードレベレーターミカド展開者武道会 B リーグ第2回戦小川佐藤対モッチーソルを、開始していきたいと思いますが、大会開始前に、コメントを一言ずつ、一言じゃなくても喋りたいことがあれば、長すぎなければ全然 OK です。よろしくお願いいたします。もらいたいと思います。では、ワンピー側ということで小川先生からコメントいただこうかなと思います。あ、はい、座頭使いの小川です。先週対戦する予定だったところ、ちょっと僕のちょっと体調崩しによって、まあ急遽この日にしてもらったっていうのはありますんで、まあ、この日のためにまあなんとかいくつか、まあ、やれるところまではやってきたつもりなんで、全力で頑張りたいと思います。応援お願いいたします。じゃあ 1P 側へ移動してください。それではモッチーさん、よろしくお願いいたします。そうですね、あ、ちょっとちょっと何も考えてなかったんですけど、そうですね、小川さんということで、まあ、そうですね、結構、まあ、これ倒して、波乗りたい感はあるんで、まあ、とにかく、まあ、前回も言いましたけど、本当に自分ができることを最大限にやるのみここだと思ってるんで、しっかりやってきます。お願いします。さあ、頑張れモッチーと、なんかめっちゃ声聞こえるんですけど、大声援を受けておりますモッチー選手。1P、2P 取ったのはどちらでしょうか。あ、小川先生が先に取った。じゃあ、じゃんけんで負けたモッチーさんがスタートボタンを押して始めてください。よろしくお願いいたします。皆様、動画を見てる皆様、今日頑張って4時間格闘の末、このスコア表示を完成させることができました。皆様、これ頑張ったんです見やすくなったでしょ。じゃあ準備ができましたら手を挙げてください。手を挙げたらこちらの方で、合図していきたいと思います。始まった。なんということだ小川先生、なんという先制攻撃。びっくりしました。高田馬場ミカドギリティギアイグザードレベレーターミカド展開者武道会 B リーグ第2回戦小川佐藤 VS モッチーソル、始めていきたいと思います。皆さん、よろしくお願いします。おがちゃん早いよー。ソーバーガー、時間をゆっくり使っていただいて構いません。閉店時間が過ぎなければ問題ありません。よろしくお願いいたします。終了している。はい、行きましょう。小川佐藤、ワンピーガー、辻川、モチーソル。さあ、まずは分身で2対1に持っていきたいところですが、まず分身消しますね。この分身を消した状態にいかに攻め込んでいくか、その状態、佐藤はちゃんとしのぎきらないといけませんが、ブッキラーコース。さあ、SS ハイスラッシュからのボルカニックワイパー、通常コンボで落として、いやらしいですね。浮遊すれば立ち系が引っかかるような僕らせです。さあ、2対1ガンガン走っていく。黄色キャンセルから2杯皿追い込んだ。ゲージも 25% 使って、神足ガードが硬い、崩していく。ここでバーソー、さあゲージを持った状態でロマンキャンセル、ここで無理やり触りに行きます。ボルガニックワイパー空振り、伸びる召喚からつついて伸びる、ここはテイクボールか、潰していく。うまいですね、やはりバックセット捉えようという感じですね。さあ伸びる強気の召喚、潜って2対1、ここで消していく。センドゥさんに聞いたんですけど、ここでやはりゲージを使っていくのがソルの、一番の、ヒールキャンセルポイントらしいですね。ガンフレのジャンケン、うまい。しかし体力リードはモチーソル半分ですね。ヒーローキャンセル、分身を消している。しかし9対9、ただ分身がいないのでこの後コンボに行けず、しかし回復。ポルカは対策したダブルファング。ここはエリアルか置き攻めか、エリアルではなく置き攻めの選択。ヒーローキャンセルから潰していく、素早い反応。さあ、しかしここジャンプアイサル引っかかる。潜るか空投げするか、すごい悩んだところですね。潜るというのはダッシュで相手の下を潜るってことですね皆さん、すごい今までいないこの注目度ですね、会場。あーっと、ダムが漏れたか、伸びる召喚がゲージがなかったか。ガメ端しっかり刻んで D ループ TS マイ P マイハイスラからのボルカニックワイパー、しっかり当たって、おっと、なるほど、ダウンバースト警戒、なるほど、殺す気満々ですね。
るか、打っていったがダムドにキンバースト、まずい、飛べるか、モッチーさんといえば空中投げの鬼、ボールかも打っていく、伸びるバンハイスラー潰しつつしっかり最大化、ここは難しい、ゲストリル狙っていく、しゃがみフリッツ返して直前ガード、リボルバーで叩き潰して 2K からの足払いボルカー、画面中はめくりか表、まずは1試合目勝利はモッチーストレゾンビかてめえは、このスコアすげえつけるの楽だな、さあ開幕、まずは距離を取っていきます小川里、分身カード攻撃、やばいやばい、さあここで追いかける、ニハイズラー、優秀、おいしい、さあデッドマンズハンドは飛んでいく、ニエスカウンターヒット、ハイスラドリルからエスドリル、ここはハイスラして消していく、青はよくもハイスラカウンターヒットを狙っていく感じでしょうか、クーチャッシュフォルトを使ってしっかり距離を離す、伸びる召喚、ハイスラからの伸びるですね、ごめんなさい、歩いていました、さあ影玉に召喚、2対1仕掛けるか、ゲージがない、ダウンファング、そうですね、小川先生のその体調不良だったということもありまして、後半に体力が残っているかですね、助手先この長期戦どうなるか、すごいな、今ジャンプ系で踏んだか、そうですね、ジャンプ系空中ヒットからの着地ライオットがね、変な挙動に見えましたね、さあ伸びる召喚、ここスピードキャンセル潰していきたい、あーしかし潜っている、どこにいる、どっちか分からなかった、ダッシュにピードしたがちょっとここがダウンは取れず、さあ生身で向かいますが、ここは前に出つつゲージを回収、しかしスイさんも壊していく、ハイスラドリルヒットからエスドリル、ハイスラッシュ、ハイスラドリル、ここで回収、2対1、やはりティッシュの足払いがこの死闘という感じですが、リボルバーからジャンエス、タシケ、やっぱりここは一瞬ボタンの3つ押す音が聞こえましたね、確認してロマンキャンセルしているんですけども、ここはさすがに間に合わず、ニハイサー、相手打ち、置き攻めは回る金エスか、どっちどっちだ、わかんない、引き溜まり、分身は生きている、そして再び出してニエスのヒットストップ中にガンガン前に出る、さあ上手ロマンキャンセル、ダストダック繋がるのか、ニハイサー、ニハイサー、マイハイタッチピー、金エス、さあ小川里を取り返す、もし転送表示が間違ってたりしたら教えてください、現在、2試合目です、3試合目です、ごめんなさい、まあステージ固定ですが、そこまで硬いもんではないんで、まあアクセルステージで選ばなきゃ、まあうまいことやってください、まあ、まあびっくりしましたね、まあ試合に集中してもらえば何でもいいです、俺は、さあボルカニクレイパー、こちらもファジーガードが抜けて 2K 素足、ジャンエスからタッチ系、足払いからここヒロ、
さあここで端に追い込んで足払いガンフレから空中ダッシュ S ハイスラッシュブッキラー、これで2敗ジャンプ S まで。さあ回して S 戻していきます。画面8対8伸びつつハイスラドリーでつつくと回る2ハイスラカウンターヒット K ハイスラ D ジャンハイスラ D 画面中央から一気に。さあここはドリルを走り抜けてくる池上走って PPP からここは立ち消えマイピーマイハイスラダウン奪ってさあ読んでいったわーっと当たらない最悪のバスでしたが当たるはずープリンガー SS ハイスラッシュ直前ガード2ハイスラ続いてマイケーガード2K がデッドマンズハンドも飛んでいる見えているしかし口投げハイスラドリルガンフレームを巻きつつ前に出ていきます。さあここは直下投げから奥攻め空中足をダンプです持ちそれが2時、まあ、最悪の状況になってしまうバーストでしたがという意味でございました。申し訳ないギルティーティーさあガン出し通しますね。やっぱり S ドリルハイスラドリルの間にいるかそのドリルが発生前にガン出して駆け抜けるかみたいな試合展開になっていますが、さあここどうやって出し止めるか。出し止めるのもやっぱ怖いですね。出し止めるために 2P2S とか振ると足早いとかに借り殺される場合があるそうですね。 2S カウントヒットすれば非常に美味しいんですけど空中投げすごい吸い込んだ 2K マイピンから DD バフリールガンフレームからマイピーガンフレイケシャンエスハイスラッシュここはあーと当たってしまった。さあドリルに囲まれて身を守りますがエンゲスを差し返していく。さあ2エスから伸びる続いて回して画面足足払い KK 回る立ち系2エース配車してガードしのいだ。そしてそこから飛びを読んだ2ハイスラ先ほどはガードしました。いってかなりのヘリそしてもう分身は出ている2対1お互いに分身は消させないし分身に当たらない。しかし空中投げ空中戦はもう小さに分があるか余裕を持ってるんですけどね。さあマイピーからホールか対策 2K S ドリルエンエスが絡むりそしてすぐさまエンエスを刺してジャンケこれは分身潰しのアボルファスです。素晴らしい判断。さあエンエス足払い打っていましたがここは間に合わず。さあもう分身召喚に対してしっかり通常技で割り込んでいますね。どんな状況でも気を抜かずにすごい集中力です。さあ黄色キャンセルそのままでは止められないので相手の動きに支援をかけて通常攻撃止めてきましたがゲージを吐いてしまったので亀橋まずいマイピーカウンターヒットからパフニールガンフレマイピーもうここがハールここまで入るんですね。痛いダメージ空中足をジャイスさて空中上げ狙いが浮遊で回避ボルカニックワイパー召喚ごと吹っ飛ばしていくボルカージャンプハイスラーここで差を2点と広げていきます。モッチーソル3-1オルガニックワイパーと空中の投げ使い分けられちゃったら空中で受け身取れないですね。これさあここは捉えていくここは炎が残っているクラキロここは直下しましたが炎に当たってしまうジャンエス先出し背が高い佐藤はこれが面倒くさいでしょう。
コマンサンド、2ハイスラ捉えて、すぐさま分身ゲージも回収、ダメ押し、ダウン S、ハイサッシュ、足払い、S ドリルから 2K、NS、2S、ロマンキャンセル、これバースト読んでいった、しかし届かない前受け身から一気に画面端に追いやりまして、さあどうする、ダメでしょうか、地上戦を2対1、生きている前ハイスラまでヒット、うわどうなってる、さあチャンス、うわーと、ファフニール連打。バックスに仕込んでいたジャンプ S のヒットストップ中に K ボタンを押すことによってですね、しかしここの空中投げも素晴らしい。ストリートファイター4とかやった人であれば結構おなじみの飛び込みに対してボタンを押しておくですね、危なかったですね。ハイスラッシュカウンターヒットからコンボを決めて次の奥攻め通るとピオールという噂のコンボでしたね、危なかった。さあボルカリックワイパー、おおすごいな、瞬時に最大にターンですから、まあ、最大と、まあ、分身ゲージが回復しますしね。ロマンキャンセル、ハイスラドリルから S ドリル、直前ガードをフォルトを使ってしのいでいく。さあここでハイスラヒット、伸ばして画面端潜っている、そして回してヒット確認からしっかり伸びる。分身の扱いがやっぱやばいですね、まるで生きてるかのような。さあここはガードしのいで、さあタクルポイントを変えてきましたが、ここで足払いヒット、ジャンプ K うまい、ジャンハイの交渉が切れたとジャンプ K で分身のスピンさせてくれ、空中戦ジャンプ B 回転が速い、うまいし、ここは横田かジャンケー強すぎる、あそこのめくりがいいですね、やはり前 P から B 寄って、あとはジャンプ B2P を振っていたんですけども、ベシッと蹴り上げてきました。ゾンビかてめえは4対1、3本リードです。すごい、緊張してたんで忘れていたんですけども、まあ、持ちさんは2人目の投身ということで最高ダイナーですよね。さあ足払いから さあここで IUC 何か狙ってました、飛び逃げを狙うかのジャンプハイスラー気合が入っておりました。エグゼキューター、ここで分身ゲージの回復時間を稼いで、さあやはりこの影玉に召喚、そして通常召喚すべてボタン押しておりますね。空中投げ、そこを投げていく、そしてやはりバックステル出し系、これきついですね。バックステぐらいしか回復時間がないので、ここ固まってしまったらブッキラの核を通されてしまいます。さあ確かに返して、そしたら潜りつつボルト警戒、気づいたら端に追い込まれている、ダストダックバーストを使っていく。さあどうなってる、黄色キャンセルの読み合い、前に出ていったのはモッチーソル、イエス止めてリボルバーセンター、立ち見で返す、なんとかして返したいが逃げず、これは燃えた、バーストはラッキーだった、間に合わない、ライオットスタンプが召喚にヒット、ジャンハイジャンクエ、足払いからリボルバー一気に画面中、ゲージを持っていない状態、これは厳しい、ブッキラを通してジャンビージャンビー、バフニールからガンフレーム、ワイピーガンフレーム、非常に大きなダメージを与えていきます。次の攻め寄りますか、これはワンチャンピオリが見えるというコンボらしいですが、どうなるリボルバー、しかし体力はやばい、ボルトを使って耐えたい、ジャンケ触った、回してここは捉えたが、どっちだ、ガードしている、ジャンケの追い返すが直下から空中投げ、ここでまたしても振り向きざまのジャンプ K、 5対4点差、もっちりそれはやはり空中戦すさまじいですね、空中投げの精度。
ザトウソウアリーナ。あれ、さっきの紙にどこ行きました。さあ、ランクダウンマッチとなってしまいました。どうなるでしょうか。このゲームはですね、2段差ぐらいであればだいたい5連敗でランクダウンマッチが点灯するという仕組みになってるんですね。イエス、伸びるから空中コンボですが、ここはジャンプが届かない。ダメ押し、ラグビーです、伸びる、ネットバンクサンダー飛んでいますが、そこに対して2敗すら伸ばして戻して、リボルバーの1段目ヒット。イエス、前ハイスラー、距離を取る、分身の回していく。さあ2敗すら、ここ読んでますね、ファジージャンプ読んでたんですけども、しっかりガードです。リターンがなかなか取れませんが、に対しバーストって本当にですね、分身が長生きしません。ガトリングキャンセルからの分身は本当にすぐに消しにかかりますね。2対1であればリターンが追いつく座頭側ですが、1対1であるとどうしてもリターン差出てしまいます。さあここで攻めていくのはザトウ、2敗すらカウンターヒット戻して回るマイピー。ここはまあ最低ダウンは取られないのでというところでしょう。分身を潰していきますが、ハイスラリピヨって、さあここでエボで見たコンボ、ジャンハイジャンディからジャンハイジャンディ痛いダメージ。しかしここで足払いダメージ追い込まれて、さあ浮遊がすごいジャンピー連打触って、画面中央から一気に弾いブリッツ取って伸びる召喚。ここは見ていました、集中している小川佐藤。ブリッツからランクダウン阻止、そしてスコア5対2となります。いやー、あの展開でよくブリッツ出してきましたね。まあ、なかなかゲージが溜まってない状況でも持ち主さんのソウルが攻めてきてるんで、ブリッツに回すゲージがなかったんですけど、最後はリードしていたということもありまして、しっかり返していきました。しかもブリッツの後伸びる召喚なんで、かなりブリッツ返しが難しいんですよね。空中のブリッツがすごい持続短いんで、はい、ドンピシャで取らないと。そうですね、最低でもガードさせればタグが始まるってことなんです。さあ、ニエスラからのハイスラドリル、直前ガードから。さあ PPP からほい、さあハイスラッシュ回して中段、さあ空中投げ、うわ、なんだ今の、すげえ落としましたね。ジャンプリーカウンターヒットであれば危なかったか。ジャンプリーまで決めます。さあここでタイルリードは小川里。さあここは投げを決めて、こちら、いやー張り仕込んでる。ここは爆石色キャンセルだったんですよ。それにも刺さってますね。戻ってきました、立ち返りしっかり蹴り上げていく。空中投げから置き攻め、 S ハイスラッシュ、ここで遅らせハイスラで引っ掛けていった感じですかね。今のはじゃんけんから足払い回して、前 P つくく伸びる、前 P からいって伸びる、3回ぐらい入ってますね。さあキルキャンセル、ここで触っていく。オルカニックウェイパーノーマルヒットでは問題ありません。ミハイスラー、ここでカウンターヒット続いて、オルカニックウェイパー入力している。さあ着地下段、
しのげるか。ここはアモルフォス、もしかしたらここはダッシュボールカードに狙ってる感じですかね。はぁ、暗転返しミス。確かに、ここがマイフィーは間に合わない。硬直が長い。さあ下で待ち構える。冬で逆に押さえつけられてしまうことの方が多いんですけども、それに対して1回しかジャンプできないにもかかわらずしっかり打ち合ってますね。うわマジか。 BPK から KYP 当たらず、 BPS からこれジャンプ K、 ジャンハイスだから D ループパフニール、ガンフレイムタイバーストタイマーですね。素晴らしい。ちょっと待ってもらっていいですか。ちょっと待ってもらっていいですか。ゾンビかてめえは。ちょっと待ってくださいね。あ、マイクさん、じゃあちょっと来てください。ちょっとですね、ごめんなさい。Guilty Gear Exile。 じゃあ、お待ちくださいね。ちょっとステージについて、お話をしました。ごめんなさい。さあ、というわけで6対2です。さあ、端に追い込み、ケースハイスラッシュからボルカニックウェイバー回して、ジャンケースからハイスラッシュバースト。さあ、ハイスラドリルから S ドリル、ここでガードでしのいぐ。さあ、ここでデッドマンズハンド、マイピーから K、ハイスラ D まで。さあ、ナムドファング、アンダッシュで掴んでいく。さあ、ガンフレフェイント、NS ハイスラッシュから追いかける。さあ、ハイスラドリル、中ダッシュ、ジャンハイ、さて、ジャンケはここ繋がりませんが、ここで伸びる IUC になりましたので、これはかなり大きなダメージが入ります。ボルカニックワイパーから助け、2ハイスラバーストを使っていく。突然ガードがありますが、ここは2ハイスラで捉えます。体力リードはオガードと、ここは間に合うか、ダムのファング、ここはゲージを使わずにダメージ。なるほど、ライオット、いやー、わかんねえ、これ完全に隠れてましたね、今。ニコ生の方が少しばかり遅れて表示されるんで、自分はちょっと確認ができるんですけども、見えてたかなと思ったんですけど、完全に剥がれてましたね。わかりません、あれは。ダイオット対策のアモルフォス、それをガードされててもデッドマンズハンド。知らなかった。さあ、9試合目すごかったですね。さあ、ここは確定戦、ニエスに対して直前ガードからハイスラドリルに割っていくですね。空中ダッシュとかもあるんですが、ここがファフニールで割っていきました。リターンも取れる。
さあ、ムキラ取れた。さあ、フリーでガンフレームから、おっと、ここは落ちてしまった。ハイスラシートハイスラドリルから S ドリル 2K2S ハイスラからドリル潜って距離取りつつ円安を刺していく。投げ返した、パソコンを読んでいるがライオンとスタンプ 2S ハイスラドリル、しかし追い返す。すごい判断ですね。ジャンピーから打ち上げ、怖い、逃げたい、リボルバーで飛びに引っ掛けたい、直前ガードつついてつついて2対1。さあ今度は背後からつついてきました日本選手ガザト。出したかガード、しかしつくでフォローですね。しっかりしますね。当たっていたらデッドマンのハンドなので、あのコンボにそうじゃなかった場合はそっちでフォローって感じなんですね。さあライオット 2K を潜りつつ殴りたい、キルキャンセル、チャンディを当てにいく。しゃがみが強いですね、天使戦なのでなかなかうまいですね。しかしここはちょっと高めすぎたか、ダメ押し、 S ドリルから伸びる分身の連携、ここで崩れてしまってバースト持っていく。エンゲスだったのは小笠と64ですね。エンジンついてきましたね。次11試合目だよね。 OK、 じゃあ合ってる合ってる。そうですね、分身召喚すぐが今度今多めになってきたイメージともあるんで、むずいですよね。しかも反応数だけに意識してるとかなり他のタック通しちゃうんで。さて開幕はやはり驚きの空中の2から始まります。クマケロがバックステップを捉える。空中戦ハイスラ D からちょっと微妙な高さですが押し込んだ、伸びるカウンターヒット、伸びるカウンターヒットちょっといけません、痛い、ピヨリも見えます。画面足ダーストアタック前へ範囲、ほらやはりビヨってロマンキャンセルがシャドウギャラリー。さあ開幕、さあこれは読み合いですね。ハイスラ足ぐらいにも勝てますよね確かね。そうですよね、かなりそのそれ以外の選択肢に負けやすいところでなかなかないんですが、ここが強気の選択肢を通していきました。さあ爆戦トライできません、ね、爆戦開幕から警戒しますね。そしてこのダウンバーストロマンキャンセルを最初の方に見せていたんで、人読みも満足してきてというところですが、ここは小川の方無理やりねじ込み、 S ドリル 2S からカウンターヒットをヒットしてしまった時の召喚にはなかなか対応難しい。しかしバースト空振り、ローマンキャンセル NS 2S 伸びる 2S きつい。佐藤はこっちに来ないで、デッドマンズハンド勝ち確信じゃないと出ないんですけどね一撃準備。さあ高まっている小川佐藤65、昔の投撃 DVD でメテオめちゃめちゃ出まくって一撃準備してるって動画見て、こりゃやべえなって思った記憶がありましたが、またこんな場面でも見れるか、見れるとは。6対5ですから現在11試合終えて6対5追い上げてきました。開幕4連勝があったんですが、ここで小川佐藤3連勝で1点差です。一発ネタもしっかり探してきますと言ってたということで、細かいところでの一発ネタが、まあ、分かっていても防げねえだろうっていうのがありますね。小川佐藤連携恐ろしいです。なるほど、あーと燃えてしまったジャンニー、これは難しいが、ボルカニックウェイパー、ここはフォルトを使っていく。KPP からここで回る召喚、飛んで回避、続いて 2S からジャンプです、相打ち K ハイスラ D と相打ち残ってるな。
ここは燃やしている。さあ地形に敗者だからエースエースハイスラーモルカミクイファーすごいですね。しのぎ切る両者。しかしここでガンフレームで相手の追ってくる演奏を追い払いつつダメージを取ってきました。さあ2敗者のバーソー夢結局直線ガードして投げるしかないんですけどなかなか難しいですから。うわーこれは確定空中げいけエンスハイスラッシュからここでドリルヒット回してブリッツブリッツをガードでキャンセル振りが切れてしまいますが非常に有効な手段です。ボルカニックワイパーもありますからね。さあ挟む形バストアタック2敗札からの前ハイにバストガンフレフェイント前に出る決勝戦前さあ上から抑え込むマイビーからノーキャンセルファースト通してしまいますがモネエースジャンスカウンターヒットからエリアルアドリブでしっかり決めてきました。モチソルが再びリードを2点差とします。ゾンビかてめえはオーバーギルティンティー Who dares to enter the main ソウルバッカーアリーナまあ俺も本来はコメント欄で見てるようなもう草だけ生やしていたいっていう気持ちではあるんですけども一応実況という立場ではありますのでできる限り拾って何かを伝えたいとは思っておりますさあ長いよ13試合目さあ一人さあ前半のリードを守りきることができるかという展開ですが小川だとここでモッチーソロの動きにだいぶ合わせてきたというか試してますね。さあ中段が通ってやはりもうプレイヤーの長期戦の疲れっていうのもありますからファジーとかすごい手疲れますもんね。さあロワンキャンセルただザンドも同じですね。ボタンホールドでコンボするんで指の力がなくなってくるとか後半やばそうな気がします。じゃあジャンプウエスで空対空そして下から空中ガード不能伸びるダムドファングで捉えて S ドリルハイスラーズドリルうわすごいな着地スレスレを投げていくジャンエスからですがやはりこの状況でも分身召喚ここに集中している。さあここでちょっと距離が遠かったので稼ごうとしたところでしょうかね。2ハイスラからエストリーダメ押し空中投げ抑え込みたいハイスラッシュうわすごいとこ投げたな逃がさないガンフルフェイントエースしかしここで反応空中投げ抜けるさあしかし今度は飛ばないガードから見てキャンセル召喚にハイスラー亀橋キャンセルからの分身は長生きしません亀橋足払いおーっとやってしまったこの緊迫した展開集中力が切れないように最終ラウンドは前ハイザーいってさあこれはうまいここはヒットを見越しての空中ボルカーしかしハイスラボルカー届かずジャンピーからしっかり直からジャンプ系抑え込む形で2対1落ちためくっていたフィジュ戦ジャンケー P から直線ガード距離取ってガンフレームツーツクが生きているどうする？ワイハイスラは消えていたのは分身 2K2S ハイスラッシュカウンターヒットから2対1ゲージが削れるここは 2K ヒット小川佐藤が6点7対6私は知っているゲームオーバーギルティーディーエクスさあこれで追いつくことはできるか小川佐藤7対6
どうなんだこれすごいっすね。はい、開幕闘神すげえなーってなったら暴君すげえなーって、どっちの単位が高いのか分かんなくなってきましたねこれね。称号ですね、いきましょう。14試合目、最後に戻すことができるか小川翔斗。まずはダウンを奪っていきます。さあ前 B からハイスラ D、 潜って自分を守りつつデッドマンチャンドを飛んだところにハイスラ最低のダメージを与えていく。はい、スラッシュからドーリル、あ、マジか、ダッシュアタック、2敗2敗、タッチピーからデッドマンズハンドのガードスペでしょうかね。すごいですね、そんな連携だったんですね。しっかり対応していく、やばいな、そこでガードスペか。さあ、ここで勝利券出したおじいさんもすごいんですけども、リバーサル出さないと確定ですからね。あー、ここは割っていく。さあ 2K 足払い、なんとか大きいダメージを通していきたいんですけども、さあこれが確定すごいことだったな。さあ、ここ高いっていうのもあるんですけども、さあダッシュブキラー、ここでバーストです。小川先生、ファーストがやちょっとヤバめだった印象なんですけども、本日はかなり確定ファースト合わせてますね。すげえ、ジャンケー、さあ決して2対1、さあ引くしかない、そして飛んだところの2敗すらエストリルが分身、そしてここで無理やりガーフへという、恐ろしい連携、ヒールキャンセル、うわー、ダウドに昇竜拳、空中投げ、ロマンキャンセル、ブリンガー、ダッシュパチケ、すごい試合だ。そうですね、開幕、いや本当に召喚キャンセル、分身潰しますね、すごすぎる、集中力切れた瞬間が一回もないんじゃないですかね、これ。さあ、しかしこれ、通したか、しかし安い、投げは抜ける、キャンフェ潜っている、黄色キャンセルはもうできません。じゃあ、はい、捉えて空中投げ1回がジャンプ K、 そして遅らせてジャンプ D で空中ショーを止めます。2対1、デッドマンサウンドは飛ぶ、 2S ロマンキャンセルからしっかりダウン割って 2S ノリルですね、ダッシュキラー、おっと当たらない、ジャミス、ここが潜った前 P で昇竜対策、すごいですね。ここで7対7追いつきます。私は知っている、チッオーバー、ギルティーギー、ブレイクザローで潜ってヒールキャンセル、ゼクス時代のような切り返しでございました。ここで7対7、14試合目、15試合目ですね、ごめんなさい。さあ、直前ガード、うわー、ここは読んでいたか、2敗すら。さあ、バースト、確定ですね。さあ 2P からザーシングして足払い、打ち足通した、痛いぞ、ボルカニックワイパー、チャンスからエンゲスブリンガーからの確認、ロマンキャンセル、素晴らしいですね、ツーコンボほぼほぼ。さあ、2S へ消しつつ、ハイスラー、ドリル、ガンダッシュ、ジャンケイを直下から空中上げ、さあ、ドリル当たってしまった、ダウンバーストで分身を消しますが、フューリー逃げていく、そしてやはりこの近づいても 2P が面倒くさいですね、前投げですね、飛んだところにはハイスラッシュが、前ハイスラッシュが出て、直に飛んだソルをトレーフが抜きます。ラフレヒーロー
待ってる。さあこれは確定。まあそうやってしまった。ここでマイピーガンフレいってリボルバーから奥攻め、黄色キャンセル、投げは抜けるが、タチケイからガメージ、バックステイをタチケイで勝ってきました。モチストール再びリード、8対7。ゾンビか、てめえは。ゲッオーバー。ギルティーキー。Who dares to enter the main?潜ったら PPP はやめてというコメントがあるんですけど、潜ったらしばらくは黄色キャンセルの時間があるんで、隙の大きな技を振ってしまいますと黄色キャンセルから逆に感激もらっちゃうんで、隙の少ない技を振るしかないんですね。である程度経過したらもう黄色キャンセルはできませんので、大きな技を当てることができます。さあクッシャッシュ、さあ S ハイスラッシュからの細い切りのブキラー。さあ接戦が続きます。ここはガンフルで文章を消しつつ前入りカウンターをというところでしょうか。 TKNS ハイスラッシュからドリル空中で逃げていきますね。素晴らしい。さあ2ハイスラッシュから引く、さあうまい空中投げ待っていた。そして召喚ブリッツからのボルカニックワイパー、ここでブリッツを見せていく。ブリッツがあると密着での召喚がもう怖いですからね、弾かれてしまいます、飛び道具なんです。さあ確認からのロマンキャンセル、ファフニール。さあここでブッキラー、ブッキラー応援に切り替えていくか。ここは炎が残っている 2K ドリルヒットを奥攻め、アイスのドリル前に出るが2つくり止める。ボルカニックウェイパーはしっかります。バーストガードさあなくなりましたが、うまいか、しっかり火柱の前に出ます。画面足すごい8000枚、しかしファフニール、ここだと何もありませんので、ガンガン前にジャンプハイスラからすげえ脳剣ジャンピーアンセル、ジャンピーで取れてくる。ダメージマップ、うわ何だけだ。ブリンガーからあー読んでいた対策、これも亀梨空中投げですよね。もう知っていたっていう空中投げでしたね。さあこれもチーソル9対7リーチ8ポイント、まあ、黄色キャンセルした瞬間にあって思いましたね。さあ9対7あと1試合勝利すればモチーさんの勝利となります。実況しながら心臓バクバクするのはなかなかない体験でさ、本当に緊張しながらどうなるのかわからない、手に汗握る展開。さあ17試合目となります。モッチーソロが決めるか、岡野さんと粘るか。ファフニールカウンターヒット、ファーストを待っていたジャンディ・ファフニール、これはまずい。この後のコンボは通したくない。トランがちょっと早かった。ここで燃えてしまう。空中投げロマンキャンセルピオリマース。マイハイスラからレバガチャは速いが金 S マイビー補正なしのフルコーンルート。一本選手はモッチーソル優勝、優勝じゃねえ勝利エリーチ。ジャンケンすごい当たりですね。さあここで行きたい。ボルカーロマンキャンセル、さあガンガンガン 2K カウンターヒット、なんだハイスラッシュで軸がずれたか。画面足ダストアタックデッドマンさんと、これはめくれましロマンキャンセル素晴らしい判断、回してつついて分身がどこにいるかわかんねえ、つついてエース返す前ハイスラカウンターヒット、ファフニールブリンガー、これはまずいぞ。いって減ったリボルバーから3エース、やはり仕込んでいた、バスト当たっている、潜って黄色キャンセル、ハイスラドリル前に出るか、今返す分身召喚2ハイスラ、これは間に合うか、分身を犠牲に身を守りましたが空中投げ、勝ったのはモッチーソル10
対7でモッチーソルが勝利となります。やばいな、最後の分身を守るチツコとかもうマジでよかったです。やはりもう後がありませんでした。勝ったのはモッチーさんが10対7で勝利となります。おめでとうございます。なんかまだ優勝じゃないですけども、一試合一試合皆さん優勝でいいんじゃないかなという感じの試合展開続いておりますね。優勝でいい優勝でいい受け合いみたいな感じです。はい、じゃあそれでは、両者にコメントをいただこうかなと思うんですけども、本日感想戦ができないので、一言いただければと思います。はい、じゃあちょっとお待ちください。イラストの方を写したいと思います。いやーちょっと待ってね、俺も緊張してます。よし、では、見事勝利いたしましたモッチーさんに一言いただきたいと思います。小川先生も次ちょっともらおうかな、大丈夫ですか。そうですね、まず勝ててほっとしてるというか嬉しく思います。まあすごい強い相手だったので嬉しいですね。次フィノさんなので、まあ、このまま勝てるように頑張りますんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、それでは小川先生一言大丈夫ですか。負けてしまったんですよ。すっげえ熱い試合でした。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。まあ僕の対策不足がまあ目立った結果だと思っていますので、また頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様です。パソコン、ああ指切れちゃった、大丈夫ですか。ちょっとアダム行ってきて。さあ小川先生ちょっと激闘で指切れちゃったみたいなんで、今絆創膏持ってくるのでお待ちください。はい、というわけで B リーグ、延期となった B リーグ2回戦小川佐藤 VS モッチーソルですが、結果はですね17試合を戦いまして10対7でモッチーさんのソルが勝利となりました。これで、モッチーさんは、2連勝、次勝てば、問答無用で決勝リーグ進出となります。おめでとうございます。おめでとうございます。頑張ってください。次は小川先生は FAB さんとの試合残しておりますね。ちょっと FAB さんとフィーノさんがこれからどうなってくるか B リーグちょっとわからない。ちょっとフィーノさんはですねちょっと今週というか明日ですか、金曜日、某撲滅委員会の皆様がめちゃめちゃ一生懸命ベノム対策、ポショムキン、ベノムでのポショムキン対策を考えているということなんで、なんかちょっと恐ろしい雰囲気が漂っておりますが頑張ってください。そんなわけでせっかくなので明日に続くコマーシャルじゃないですけど FB さんに一言いただきたいと思うんですけど、明日の試合に備えて何か一言お願いいたします。明日ピーノさんよろしくお願いします。そして撲滅委員会の野望はぶち壊しますんで応援よろしくお願いします。ピーノさんなんかコンソメ先生と戦ってるらしいですよ。これやばくないですか。コンソメは裏切りじゃないって。裏切りじゃない、なるほど、別のイメージをというわけで一体どうなる撲滅委員会 VS FAB ポショムキンということで明日の試合こうご期待。フィーノさんです、ごめんなさい、僕別に行くんじゃねえ、フィーノさんですね、お疲れ様でした。はい